ストラック面白そうに見えないんだけどだけですか。ああ、けどね、まあ分かるっちゃ分かるかな。キャラクターが小さいからじゃないかな。攻撃がさ、なんかちょっと分かりにくいんだよね。それをね、なんかね、そう、多分見る線とかだと、もしかしたら、あんまり何やってるか分かりにくいっていうのはあるのかもしれない。あと、モーションがね、ちょっと見えにくいみたいなね、あるよね。やると爽快感がある。まあ、爽快感ある技が多いよね。だから、まあ、技っていうかシステムだね。まあ、けどなんか、そうだね。やってるやつが面白いのが大事だからさ。ロジオの返し。嘘、俺。いや、てかね、スト5の方が怪しいでしょ。スト5のね、初期を、もし見てないんだったらね、スト6怪しいってなんないよ、絶対に。そんぐらい、スト5やばかったから。最初プレイヤーが言ってたから、やばいやばい、これマジやばい可能性あるなみたいな。まあだってまあ未完成で出てきたからね。未完成でゲーム出てきたからバーンっつって。いや、スト5はもう本当にね、これプレイヤーかなり頑張ったなと思ってる。ここは本当に調子に乗ってないんですけど、プレイヤーマジ頑張ったなと思う。で、カプコンが札束もう「えい!」っつってさ、お金をさ、ボーンって場に置いて、それでなんとかなってるね。それに比べるとって感じよ。俺ね、まあ、あとゲームの格ゲー部分じゃないところの、あっちってさ、何もまだ触られてないの。そのオープンワールドの方って何も触られてないですか。あっちの方が結構大事かなと思っちゃうんだよ。開発の気合い大事なんだよね。最初っていうかもうロケてからやばかったからね。ロケて超やばかったから。しかも高かったからね。高かった。あれ1万円ぐらいしたんだよね、最初。9000ぐらいしたでしょ、スト5。9000言い過ぎ。いや、なんか高かった記憶あるんだよな。いや、どっちかって言ったら、その6で盛り上がるのを、多分気にするのは、うちらが全員淘汰されて、新しい人が出てきた世界の時に、ちゃんと、こう、うちらが、例えば梅原さんが持ってる、そういう、いい部分を受け継いで切り替えれるかとか、多分そういうのが大事だと思う。どっちかってそっちの怖さはあるよね。あれはなかなかだったね、梅ちゃんのね。だから綺麗にうちらが移動させるために死ぬほど頑張って負けないといけないんですよ。そこはね、そこで結構大丈夫だと思うんだよな。俺もちゃんとそれやろうかなと思ってんだよ。ちゃんと負ける。他のね、トップおじ勢もね、それやってほしいなと思ってますし、ちゃんと負ける。ポケットもちゃんと負けるから、俺はね、大丈夫ですね。